はい、こんにちは、マスアートです。今日は2020年2月の16日、日曜日の午後となりました。2曲目賛美、413番、疲れし呼びという、人の働き2章の21節、すべて主の名を呼び求める者は救われるべし、人の働き2章の21節、Come every soul by sin opening、4分4拍子ですね。なかなか、まあ、うまい下手はありますけど、頑張っていきましょうね。はい、2曲となりました。お祈りいたします。天の神様、日曜日の午後のひととき、賛美のひとときとなりました。この賛美も、福音宣教の皆さんのために用いてください。このものも神様が清めて、思いと、まあ、唇と整えてください。感謝して、この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエス・キリストの、尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、いきます。聖歌の413番、疲れし呼びという、人の働き2章の21節。すべて主の名を呼び、頼む者は救われるべし、人の働き2章の21節。4分の4拍子で、普通で84ですね。3節まであります。では、いきます。3、はい。疲れし呼びとよ救い主の身元に来たりて安きを得よただ主をただ主を頼れかし今主は今主は救いたも救い主イエスは血を流して救わる道を開きませりただ主をただ主を頼れかし今主は今主は救いたも安きうる道は他にあらじためらわず来たり救いを得よただ主をただ主を頼れかし今主は今主は救いたもはい、感謝いたします。アーメンです。はい、なかなか式と賛美と難しいですね。まあ、うまい下手はありますけど、主に感謝いたします。聖歌の413番、疲れし呼びと人の働き2章の21節すべての主の名を呼び頼む者は救われるべし、人の働き2章の21節、まあ、4分の4節で普通に84ですね。 Come ever, every soul by sing openings、ではお祈りいたします。天の神様、この賛美も主に栄光と誉れを期すものとなさせてください。前下手はありますけど、このものも神様を清めて唇を整えてください。感謝して、この賛美を感謝して、この祈りを私たちの個人的な救い主、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。はい、また以上、来週会いましょう。失礼しました。